日々思うことを語る今日の一言今日から歌舞伎座真相改造10周年記念法王祭4月大歌舞伎連シーの稽古が歌舞伎座で始まりました歌舞伎の稽古は通常まず最初につけたてというのがありましてその次に総ざらいそして舞台稽古で初日を迎えるこういう手順のことが多いんですね そして今日はそのつけたてというお稽古でした。今回私が担当させていただくのはレンジ師ですこれはもう皆様よくご存知の通り、あり赤と白の振り毛で勇壮に毛振りを見せるというそのくだりがとても有名で一番の見せ場ではあるんですけれども実は前半の踊りの部分が ととても重要だと私は思うんです特に一番最初に出てきてあの手獅子という小さい獅子頭を持って踊る下りその後その後に、えー、天竺清涼山の山の勇壮さそしてそこに咲き乱れるボタンさらにそこで眠る獅子この情景を表す踊りがあるんですね。 私はそこが意外と大切なのではないかなと思っています。お扇子一本でその山の雄大さそこから流れ落ちる滝そして咲き乱れるボタン、す全て表すこれはやはり踊りの力舞踊の力だと思いました。今日もつけたてのお稽古を拝見しながらさらにその思いを 強めました明日は総ざらいですではまた